すでに剣を得、矢は突き果てた。漆黒が暗黒に飲まれ、狂気が狂乱に蹂躙された。なるほど、そういうことか。無限の糸の切れ端を掻き扱うか。すべては無価値だ。所詮この身は死せる言葉のパッチワーク。 まさか、また戦が。でも、ここは一体どこなのかしら。ミド、ミド、そこにいたのね。おかしいわ。意識ははっきりしているのに。とにかくここが一体何なのか調べる必要がありそう。手分けして探してみましょう。 あなたの相手はこの私。エンチャントプラス。お願いします。 その程度なの？ アバターが登録できて、アルバイトでアサイラ
少しはこの体の扱いにも慣れたわね。 少しはこの体の扱いにも慣れたわね。善悪捜査。我ら村正の絶対戒律。敵を殺さば味方も殺し、憎んで殺さば愛にても殺す。 外なる神の眷属よ。検索開始、完全一致なし。ただし外なる神、本陣のことを言っているの。確かに私を担当したその外宇宙の気配、金星神の者に相違ない。我が父が参照したロジアの書にもしっかり、そう書いてあるわ。なんだかね、法的な言われようね。狂信者か何か。でも黙ってやられる。
子たちが私に勝てると思わないこともに精神を操られていたというあなたの言い分は分かった。全然謝罪には聞こえないのだ。なれに人間の姿を取った剣だというではないか。本人と言ったか。そっせ真相さ、気になるわね。まさか博士もどこかにいる。